私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、カイツブリ。来たよ、僕の街。6時だよ。知ったかぶり、カイツブリニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。7月1日、琵琶湖の日を伝えて歩く安のおっさん、琵琶湖一周あんや。ゴミを拾いながら歩いて琵琶湖を一周します。応援の方にはエアーハグ、エアーハイタッチなど直接触れ合わない形でのご挨拶をお願いしています。今回の放送はここからだもん。トロ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 。10月19日、彦根市南三津谷町。はい、行こう。行こう。アスタート写真、男前に撮ってや。ブログに写真を載せて。この日のあんぎゃスタートです。曇り空の下、テクテク進んでいきます。まあ、例のごとく火曜やけど土曜でしてるけども、はい、今日も頑張っていこう。はい、よろしくお願いします。うん、今日はこのまま行って、はい、川越えて、そう、川越えたら、そうなんです、越えたら東近江市に入る。東近江市入んの？そうです、はい。よっしゃ、東近江市はちょっと歩く距離が少ないから貴重だよな。そうです。大きいね。ここでゴミ拾いタイム。2つある。うん、2つあるな。まず空き缶からいこうか。よし、よいしょ。よいしょ、1個。これ何やろ、サンドイッチかサラダかなんか包みかな。うん、よいしょ。はい、ちゃゴミ。ご夫婦で応援してくださっているそうです。妻は会ったことないです。あ、そうなんや。僕3回目ぐらい。今年も会いたいなみたいなことを。あ、奥さんが。はい、ありがとう。越川の堤防に差し掛かりました。ここで川と市境をまとめて越えることになります。越川やろ。越川です。越川をえちらおちらの登ってきて。はい、お願いします。この越川の橋にてですね、東を見せて入るので。あ、そうか。はい、例のあれか、あれをウホランターかな。はい、お願いします。了解。それでは恒例市境の踊り。皆さん行きますか。東近江島でやってきました。
大きな越川を越える橋を渡っていきます。難易度の高いゴミ拾いに挑戦。柵の向こうにゴミが落ちています。フェンスを越えるホームランを飛んでキャッチするやつあるやん、はい、あれをやってみたいと思うやん。このフェンスの外にはな、結構外ですね。そうそうそう、これな、これなかなか難しいで、これハサミの入る角度がなかなかこう上手にいかへんねん。それと、あのわしの、あれ、今なんかエアー紙パックが来てたわ。よいしょ、よっこいしょと。これが侵入角もよし。よいしょ、ロケットが大気圏突入するときみたいな感じやわ。よっこいしょ、見たこれ、よいしょ。はい、ちゃ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 、ゴミ場外キャッチ。どんどんゴミを拾います。空き缶。さて、この瓶を、あ、瓶ちゃん、これ缶や。よいしょ、カゴにドーン。はい、ちゃ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 、ゴミ。お酒の瓶。よいしょ、あ、タックル君、ファインプレー。半分はタックル、相棒タックルのポイントやったわ。あ、動くバスケットみたいな感じやった。ありがとう。気になるゴミを発見。靴が片方だけ落ちています。なぜにここに靴があったのか、一足だけ推理をせなあかんで。探偵安野おっさん、ここで推理を飛躍させて、はい、一足飛びに答えを出してはいかんと思うや。なるほど、ここに脱ぎ捨てたからには理由がある、はい、この柵を登ったとしか考えにくいよな。柵の上を歩いたまま向こうの信号まで行ったと。なぜならば柵の向こうに足跡はないからである。もう綺麗に耕されてますけど、耕されたかじゃなくて降りてないからです。新体操の選手の可能性が高い。なるほど、平均台を渡るように。なるほど、うん、この辺で終わろうか、はい、推理終わり、はい、拾おう。途中まで良かったんだよな。やばいな。はい、じゃあじゃあじゃあ、ゴミ。テクテク歩いて、この日はここでゴール。お疲れ様でした。空を見上げて。あの日ふと考えた、ふわふわの雲が飛んで、日が差してなんて心地いいんだろう。こんな気持ちになったことがあるような、あ、そうだ、君が笑ったあの時と同じ感覚だ。この日の道のり、泣いたじゃれだってさ言ってしまうけど、お目に見てね、ちょっぴり笑ってくれたらなんて思っているんだよ。行こう、あら歌でもないだから。この日は東大津市栗見新田町まで歩きました。安野おっさん、ビワイチヤンギャ、次回に続きます。
られざる滋賀の動画がいっぱいのウェブサイト。ウェブ、アミンチュー。例えばこんな動画がいっぱいです。私たちは甲賀市貴生川公民館で活動しているカムカアイリスハープの会です。アイリスハープは誰にでもすぐに弾ける楽器です。毎年コンサートに向けてみんなで楽しく練習しています。美しいアイリスハープの音色とクラシック音楽や懐かしの映画音楽を演奏することにより心がいつも癒されます。練習日は毎月第1、第2、第3木曜日の午前9時から10時30分です。珍しいハープ、どのように弾くのかな？どんな音色が出るのかな？興味のある人、男女問わず、どなたでも参加していただけます。どうぞお気軽に体験にいらしてください。また、このハープの音色をお届けするボランティア訪問もお受けします。遠慮なくお声かけください。コンサートにぜひお越しください。アミンチュ。こんな楽しい動画がどんどんアップされるウェブアミンチュ。みんな見に来てな。今日のエンディングはこちら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるで。ウェブアミンチュで。